石垣島に来ております。具志堅用高がいきなり立ってますけど、これから石垣港から15分ぐらい、船で15分ぐらいの竹富島に渡ります。はい、さっきの向こうに泊まってる船は竹富島じゃなくて違う島に行くことでした。竹富島へは、ここからこちらの桟橋から行くんですけど、まだ船が到着しておりません。はい、竹富行きの船が接岸しました。この細長い船に乗って、約15分で竹富島に到着いたします。これから乗船いたします。あ、こっち涼しい。竹富島に到着しました。はい、これからこの牛舎に乗るんですけど、他にお客さんが誰もいません。昨日の夜すごい雨が降って、なんか道の整備をしてるから少し出発まで時間がかかるということです。はい、竹富島の特徴はこの石垣ですね。サンゴ礁でできてるらしいんですけど、そしてちゃんと住んでる民家がありまして、その周りがずっとこのサンゴの石垣で囲まれてます。うわ、すごい水牛でかい。沖縄の原風景だとかですね、昔の沖縄の集落のイメージというような感じで紹介されてたりするんじゃないかと思います。なんかフルーツパパイヤみたいなのがあったり、この石垣からあんまり見たことのない植物がニョキ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 出てます。そして南国の雰囲気ですね。これはバナナ？バナナだ。なんかバナナの実みたいなのがなってますね。普通に民家に住んでます。
何でしょうかこの塔は。一人しか登れない塔は。いや今はもう登れないんですけど。嘘。いやもう老朽化してるから。なごみの塔って書いてあるけど登れない、はい、一人だけ登れるぐらいのスペースしかないけど。本当だ。危ないね。屋根が白いからシーサーが綺麗に見える。あ、晴れてきた。すごい濃厚だ。本当だ、ほら中学校は左側で右側小学校って書いてある。綺麗やね、運動場が。飼い猫だ。展望台がございます。今ちょうど人が戻っていますね。サンゴの島なんで勾配が少なくてね、高いと小物も少ないですから。この高さに